エビア島はギリシャの東方、エーゲ海西部に位置する島。ギリシャではクレタ島に次いで2番目に大きな島である。古代ギリシアではエウボイア島と呼ばれた。島の中心都市であるハルキダ付近において2本の橋でギリシャ本土と結ばれている。エビア島は周辺の島や本土側の一部とともにエビア県を構成している。古代ギリシアではエウボイア島と呼ばれ、 またその形からマクリス島やドリケ島、あるいは居住していた民族名からエロピア島やアバンティス島などとも呼ばれていた。ラテン語ではエウボエア島と呼ばれた。中世にはエブリポス海峡の名がエブリポやエグリポと変化して、さらに島全体を指す名称となった。また、ベネツィア共和国がこの島を統治した時代には、島と本土とを結んだ橋にちなんで、 島全体がネグロポンテと呼ばれた。オスマン帝国統治下ではエイリーボズ島の名で呼ばれた。この島の名称には英語名によるユービア島が用いられることもある。エブリポス海峡山脈が北西から南東に走り、ほとんど石灰岩で覆われているが、峡谷の狭い平野は肥沃で、小麦、大豆、ぶどう、オリーブなどを産し、家畜の飼育が行われる。また、アタン、 大理石、マグネサイトなどの交算もある。エビア島は、もともとは、ギリシャ本土の一部であり、地震により分裂して、島になった、と考えられている。それは、エビア島の近くには、断層が走っており、また、かつて島の北部で地震が起きたことがあるという話を、ドキディデスとストラボンの両者が述べているからである。島の北端は、 デッサリア地方の海岸と海峡によって隔てられており、その距離は40メートルにも満たない地点もある。エブリポス海峡と呼ばれる、この海峡のハルキスの町周辺は、特に狭く、ギリシア神話の中でアガメムノーンの艦隊が逆風で進めなかったことが理解できるほどである。また、この海峡の潮流は得意であり、古代から学問の主題となってきた。 それはまるで川の流れようであり、一方に流れたかと思うと、すぐに逆方向の流れが生じるのである。ここに初めて橋が架けられたのは、ペロポネソス戦争中の紀元前410年のことであった。エビア島の主な山には、ディルフィス山やオヒ山、ピクサリア山などがある。島の北は、パガシティコス湾に接し、西では、マリアコス湾や北エビア湾などに接している。 エウボヤ島の歴史は、島内の二つの主要都市である、ハルキスとエレドリアの歴史と重なる。二つの町は共に、アッティカ地方から移住した、イオニア人によって建設された。当時イオニア人の植民は、クーマイやレギオンといったマグナ・グラエキアやシチリア島、マケドニア地方沿岸など他地域で行われ、新しい交易路を確立すると共に、西洋文明の地域を拡大したのであった。 ハルキスとエレトリアの商業は特に盛んであり、エウボイア島の測りやさしが他のように野人として一般的に使用されただけでなく、アテナイでもソロンの時代まで使用されたほどであった。また、ハルキスとエレトリアはライバル関係にあり、力は双方互角であったという。古代ギリシア初期の歴史の中で双方の間で開戦が行われたこともあった。紀元前710年頃から、 紀元前650年頃にかけ、両都市はレラントス戦争で争い、ハルキスが勝利を収めた。紀元前490年にはアケメネス朝、ペルシアによってエレトリアの街は完全に破壊され、住民はペルシアに送られた。しかし、マラトンの戦いでギリシアが勝利すると街はほぼ同じ場所に再建された。その後のエレトリアが、 かつての栄光を取り戻すことはなかったが、エウボイア島、第二の都市であり続けた。このため、ハルキスが優位に立ったが、イン・アテナイの軍事力に悩まされることとなった。紀元前506年にハルキスがアテナイに完全に敗北すると、約4000人のアテナイ人の植民者が、エウボイア島に送り込まれ、エウボイア島は独立した地位を失うこととなった。 紀元前446年にエウボイア島でアテナイの支配下から脱却しようという動きが見えたためにベリクレスによって再びアテナイからの入植者が送り込まれた彼らは島の北部にあったヒスティアイアの町に移住し元々の住民を追放したアテナイにとってエウボイア島はアテナイに供給するトウモロコシや肉牛を生産しアテナイの商業を安全なものとし アテナイを海賊から守るために重要な拠点であると認識しており、アテナイから距離的に非常に近いエウボイア島が敵の手に渡ることは、アテナイにとって非常に危険なことであった。紀元前410年に再び、エウボイア島は独立を果たしたが、カイロネイアの戦いで敗北して、ピリッポス2世へ率いるマケドニア王国に並行され、その後共和制ローマの支配下に入った。 エビア島はローマ帝国分裂後、東ローマ帝国に引き継がれた。1157年にはシチリア王国の軍隊によってエビア島沿岸の町はすべて破壊された。その後の第4回十字軍の結果、東ローマ帝国の領土が分割されると、エビア島は3つの領地に分けられ、ベネツィア共和国の影響下に置かれることとなった。しかし1470年には、 オスマン帝国のスルタンメフメト二世によって激戦の末に要塞化されたネグロポンテの町はベネツヤ共和国からオスマン帝国の手に渡った。その後、1479年の講和でユービア島は正式にオスマン帝国領となった。1470年から1830年にわたるオスマン帝国の支配の間、エビア島は エイリーボズ島という名称で呼ばれることとなった。1830年に起こったギリシャ独立戦争の結果、エビア島は新しく建国されたギリシャ王国の領土となった。2006年には東ヨーロッパ一帯を襲った激しい降雪に見舞われ、2007年には山火事の被害を受けた。ありがとうございます。